刀は技を。あやかって動き一つ一つに高貴なオーラが漂ってるよな。なんか急にパイモンがあやかの真似をしてるところが見たくなってきた。え、よし、じゃあやってみるぞ。おや、丁寧にキノコを取ってきたのは私のために、鶏肉と野生キノコの串焼きを作るためだったのですね。おかわいいこと、おかわいいこと。全然彩香じゃない。でもなんか明らかにパイモンじゃないのに、それが当たり前であるかのような感覚は一体。